I'm not 100% sure because it's not showing up on my phone, but I'm assuming I'm streaming. So, back again for Kotodama, the Seven Mysteries of... I'm not pronouncing that next name. But yeah, you can see what I'm playing on from the title of the stream. I was going to wait till tomorrow morning before, you know, I do want to play a bit more of this, so I figured I'll start now, play for a little bit, and then probably stream again tomorrow, or technically today, because it's already after midnight. But anyway, let's get on with this, shall we? H の図書館に行ければ特待生になれるらしいぞ。H の図書館ね、その話もうちょっと詳しく教えてくれないかな。いいけど、俺が聞いたのは学園のどこかにある H の図書館に行くことができたやつが
H を授けられて特待生になれるって話だけだよ。ただの噂だよ。よし、 H の図書館情報をゲット。これで決まりだね。ね、ちょっとだけ付き合って。
無理して付き合う必要ないのよ。あなたってば真面目なのね。でもあとちょっとなんだってば。さあ、あなたもようやく解放されるわけね。いちいちトゲがあるんだよ。陸上部を見学してると全然減らないのね。遠山くんね、ファンクラブまであるらしいね。休み時間はいつも囲まれてるし、同じクラスだからね。さてと、そろそろ戻ろうかしら。課題を終わらせないと。もしかして追試？あなたと一緒にしないでちょうだい。今日出た課題はすぐに終わらせるって決めてるの。資料室なんだけど、やっぱりいない。もう九条くんはどこに行ったら会えるんだろう。はあ、じゃあとりあえず資料室の説明するね。ここはね、スマホをアクセスポイントにつなぐと学校のデータベースにアクセスできるんだ。生徒なら誰でも使えるんだよ。過去の校内新聞、行事スケジュールとか卒業文集とか全部見れちゃうんだ。今はね、紙の資料はほとんどないよ。データベースの管理か。便利な世の中になったもんだね。ちょっと待ってね。力、体力などが優れ
しかして H の図書館のことかな。よし、今度は特殊施設を調べてみよう。これで H の図書館が出てきたら楽だね。あれ、何も出てこない。これは怪しいぞ。誰かのもの、それともミコトの呪いってわけないか。やっぱり特待生に直接聞くのは早いみたいだね。九条くんを探さなくっちゃ。いや、君たちも遠山狙いない？今日は部活に出るのが遅れるって言ってたから、もうちょっと後で来ると思うよ。待つならちゃんと並んでね。あ、ちょうどよかった。九条くん来なかった？え？九条ならさっき陸上部の見物人なんだからちゃんと整理するようにって怒られたな。だから今こうして俺たちが声をかけているってわけさ。ご苦労様ってやつだね。今どこにいるかわかるかな。校舎の方へ立ち姿と一緒に歩いていくのを見たけど。校舎の方ね。ありがとう。なんだ、君たちか。驚かせないでくれよ。ごめん、驚かせちゃった。ところで、部活に出ないでこんなところで何してるの？え？ちょっと書庫で調べたいことがあってさ。声をかけてきたのかい？違うよ、遠山くんに聞きたいことがあって。ちょっと
ことってなんだ。 H の図書館に行くと特待生になれるって本当？何そんな馬鹿げたことを。おや顔が引きつったね。遠山くんって特待生じゃん。何か知っているかなと思って。何でもいいんだ、知ってたら教えて。知らないよそんなこと。静かにと言ってるじゃないですか。俺部活があるんで。じゃあ。遠山くん、何度注意したら分かってもらえるんですか。いいですか、図書館というものはですね。
何がおかしいの？ああ、悪い。あまりにも君らしい質問だったからな。先輩、特待生でそんなのでなれるわけないじゃないですか。そもそも H の図書館なんてこの学園にはないですよ。ないの？僕の耳にもその噂は入っている。だけど単なる噂だ。特待生は確かに普通の生徒から比べるといくつか優遇されていると見える部分があるが、その分特待生として学園側からのプレッシャーもあるんだ。僕は特待生になりたかった生徒が作り出した根も葉もない噂ではないかと思うけどね。まだ見回りの途中だから我々は失礼するよ。生徒会長の言ったことが真相ってところかね。あ、ごめん、ちょっとぼーっとしちゃった。ここで長かった学園案内も一通り終わり。他に見てみたいところある？了解。これでもう迷わないで済みそうかな。いろいろ付き合ってくれてありがとね。もし時間があったらまた手伝ってほしいな。だって気が向いたらでいいから。じゃあまたね。それとも本当に H を授けてくれる場所は
ができた生徒は H を授けられて特待生になれるって感じに変化したみたいだね。そういえば最近になって特待生になった生徒いたね。図書館での態度は確かにおかしくて、あれは何かを隠している人間の態度だよ。暴きたくなるね。特待生になった遠山修司を妬んだ噂なのか、それとも遠山修司は本当に H の図書館に行ったのか。ちょうど明日は部活を休みそうじゃないか。見張ってみるかい。あの子が何を隠しているのか楽しみだね。さあどうする。行こうってなんだかドキドキするね。気持ちはわかるけど静かに。見つかったら尾行にならないだろう。なんとなくこうなるんじゃないかと思ったけどね。遠山修司かかってきな。
Oh.
場所庫によく出入りしてるっていうのは本当なんだな。それなら、なんでコソコソしてたの？必死に努力してるとこって、あまり見せたくないんだ。その方がかっこいいだろ。そういうものかな。隠れた努力ってやつか。つまり、ひょこが栄一の図書館ってこと？もっとなんかこう、別の場所にドドーンとあると思ったのかな。噂は噂だろ？現実はそんなもんだって。このことはここだけの話にしてもらえないか。ショコは特待生だけの特権であんまり大っぴらにはできないし、ほら妬みとかあるだろ。あからさまな悲劇が嫉妬のもとになりやすいからね。仕方ないか。恨まれても責任取れないしな。助かったぜ。くれぐれもよろしくな。結局 H の図書館ってのは特待生に対しての妬みが作った噂ってところか。特待生が書庫を利用してるってのは分かったし、とりあえず書庫の件は口止めされちゃってるからな。H の図書館は学園の図書館のこと。図書館で勉強して特待生になろうってところか。うん、そうだね。そんなところだね。それにしても、あんた一人で調べてたのか？あんたさ、飛びつくってことは間違いなくそうだろうな。あんた気になるんだろ。だったら本人に聞いた方がいいと思うぜ。私ね、親友がいたんだ。名前は佐々木みこと。みことの呪いはね、私の親友のことなんだ。成績優秀で運動もできて優しくって、でも1年生の終わりの3月にここから落ちて死んじゃった。自殺だったって。私は猫が自殺をするほど苦しんでいたことに気づいてあげられなかった。猫の呪いを解明できれば少しは猫を救えるような
族なだけかもしれないけど。なるほどね。そんな気持ちで七不思議を追いかけてたわけか。ねえ、手伝ってもらえないかな。やっぱり君がいるとみんないろいろ教えてくれるみたいだし、私と部長だけだったら無理かもしれない。でも君が手伝ってくれたら七不思議も全部解明できるんじゃないかなって思ってる。だからお願い、協力してください。協力するのかい？ナナミから聞いたよ。いや、あんたが入部してくれるとは思わなかった。助かるぜ。はい、入部届後で書いて先生に出してくれればいいからさ。部長からのおごりです。ゴーヤミルク、ゴーヤ茶、生ゴーヤジュース、好きなのどうぞ。ゴーヤの飲み物ってこんなに種類があるんだね。ささ、お好きなのをどうぞ。高い、いいの選ぶじゃないか。まあなんだ、ちょっと照れるけどこれからよろしくってことで。じゃ、乾杯。私は現実を見なさいって言っているのよ。本気に決まってるじゃん。今に見てだよ、絶対に解明。
に何ができるというの？おいおい、二人ともそれぐらいにしとけよ。みんな見てるぜ。まあいいわ。おバカさんと話しているからバカが映りそうだよ。バカって。部長、笑い事じゃないってば。悪い悪い。もうそろそろ行かないと授業に遅れるな。とりあえず手分けして情報を集めよう。了解。何か分かったら連絡入れるね。
決めたなら寝ればいいんじゃない？私が口出すことじゃないんだ。くだらない噂話を聞き回るのをやめなさい。この噂は特にお気に召さないみたいだね。どこに行くんだい？よし、行くよ。資料の整理を頼む。わかりました。助かった。いつもすみません、会長。いや、気にするな。こういった作業は好きだし得意だから。会長さんは慕われているみたいだね。それで君も調べ物かい？知ることができるだろう。そういえば、ここに来る前、カグラがまた椿と喧嘩をしていたぞ。一応止めてはみたが、あの様子だとまだやってるかもな。お前さんの能力、言霊。
くんだい。よし、行くよ。私は心当たりはないが、忍び込むのに使えそうな壊れた窓はあるね。近頃は物騒だ。不審者の話もあるから危ないと思っていたんだが、教頭先生に相談して直してもらった方がいいよ。ではもしかしたら話す相手を間違えたかも。対応をお願いしたいのですが。はい、それで構いません。いつもありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。学園にはもう慣れましたか。確か神楽さんが学園案内をしていると聞いています。いい子なのですが、彼女は少々元気が良すぎるところがあります。あまり影響を受けないように気をつけなさい。初めて見た時に思ったけど、嫉妬した先生だね。どこに行くんだい。よし。
ったりして。ウケる。お嬢様の考えることは私たち庶民にはわからないね。でもさ、お嬢様って言っても寂しいらしいよ。どういうこと？あの子一人っ子で、親の帰りが遅いからいつも夕食は一人で外食なんだって。寂しい。お金持ちの家の子ってのも大変ね。私は普通の家に生まれてよかったよ。治ってるんだ。なんすかそれ。ここの設備を直してるとこ見た生徒はいないんだよ。実際俺も見たことねえもん。そろそろ七不思議に数えられるんじゃないかと俺は睨んでるんだけどな。おとぎ話じゃあるまいし、夜にでも業者がやってるんじゃないすか。お前は夢がないな。俺のとっておきの話をバッサリ切りやがって。まあいい、早く着替えてこい。うっす。よう、見学に来たのか。だったらもっと近くに来ればいいのに。まだナナミたちと七不思議を調べてるの。俺も何か知ってればいいんだけど、陸上ばっかで大して知らないんだよな。一応聞くけど、あの件まだ誰にも言ってないよ。おい、声が大きい。じゃあ俺は戻るよ。またな。生徒会長
千夏くんが各教室を回って注意してもらってるところさ。千夏くんはオカルト研究部を疑っていたが、逃げる姿が僕の知る彼女たちの誰にも一致しなかったからね。誰かが音楽室でバイオリンを弾いているみたいだね。あら、どうしたの？ああ、ね。練習よ練習。家で演奏すると音がね。近所迷惑でしょ。音楽室って放課後はあまり使われていないし、防音がしっかりしているんだよね。だからたまに使わせてもらってるのよ。何よそれ。バイオリンの音色を聞いて怖がるなんてどうかしてるわ。
録したわけじゃないの。椿ゆきの相手になるの？
どうやら雪乃の心を解き放つことができたみたいだね。私バイオリンを続けたいんだけど、親に反対されてるのよ。勉強に集中しなさいって言われて、教室もやめさせられた。でも諦められないから、だから夜の学園に何度も忍び込んで練習をしていたの。そこで噂の紳士に会ったわ。なんでこのことを。やっぱり会ったことがあるんだね。となるとこの紳士ってのは誰なんだろうね。彼はそんなんじゃない。分かったわ、彼に会わせてあげる。会えば分かるわ。その代わりもうこれ以上騒がないで。まさか直接会うことになるとはね。声が大きいって。なんであなたたちがいるわけ。そりゃ当たり前さ、さまよう紳士を調べていたのはオカルト研究部だからな。私たちがいなきゃおかしいだろう。まさか雪乃が私たちオカルト研究部に協力してくれるとは。誰があなたたちのために協力するって言ったのよ。仕切ってんのよ。それは私が情報収集のエキスパートだから。どこから校舎に侵入できるかすでにインプット済み。さあ着いたよ。ここの窓の鍵が壊れて開けることができるのだ。バカなのね。昼間のうちに鍵が閉まらないように細工しておいたのよ。これは一本取られたな。さあ、小バカさんはほっといていきましょう。
よく一人で平気だったな。怖くないのか？別に平気よ。怖がる方がどうかしてるわ。でもってこれからどうするの？いつもはここでバイオリンの練習を始めて、気づくとそこに座って演奏を聴いてるの。じゃあ雪乃よろしく。あなたに頼まれるとやりたくなくなるの。分かったわよ。聞き惚れてる場合じゃないな。紳士が来てくれればいいんだけど。今は一曲弾き終わらないうちに現れるんだけど、じゃあもう一曲弾くわね。あ、今の聞いたか？あんたも続くんだ。もたもたするんじゃないよ。ちょっと。部長、あっち。うん。さすがにそんなわけ。いや。うわー、出た幽霊。落ち着けな、波。誰だ？私は差し詰め、学園の悪魔といったところ。冗談冗談、ノリがいい子は好きだよ。本当に人間に見えないか。それは残念だな。ところでこんな時間に校舎に忍び込むのは感心しませんね。泥棒ですか？違う、私たちは夜の学園に現れるっていう不審者を探しに来たのさ。そういうあんたこそ泥棒なんじゃない？私が泥棒？その発想は面白いが、残念ながら外れない。私はね、点検業者さ。そう、ただの点検業者。名前は山田太郎と申します。以後お見知りおきを。そうだな、山ちゃん、山君、山田、好きな呼び方をしてもらって構わないよ。山田太郎。学園にいるんだよ。山田さんって何だろう。まあ、
君の質問に答えて。ちょっと、私だけ置いていかないでよ。どれだけ探したと思って。そうに叫んでた子だね。雪乃って結構はっちゃけるタイプ。違います、違うわよ。おっとこれは失礼。中庭で肌に話しかけてたから。雪乃ってば結構変だった。違います。ななみ、あなただけには言われたくないわよ。あれ違ったかい。おかしいね。もういいです。雪乃が振り回されてるとこなんて初めて見た。冗談だよ。バイオリンの子だ。それにしても、いつもは一人で練習してたのに、今日はまた大勢だね。あなたのことが学園で噂になっているんです。あなたを知らない人たちが幽霊や不審者だと騒いでいるのが。君は寮だからここでバイバイだね。今回も助かったぜ。サンキューな。あなたこれからもオカルト研究部に付き合うの？まあ私は何も言わないわ。さてと、私たちも帰るとしようか。Thank you.
さっきはどうも。あれ、姉さん顔が怖いじゃない。せっかくの美人が台無しだよ。あんたってやつはまったく。まさかこんなところで会うとは思わなかったよ。あの子が姉さんの、なかなか面白そうな子だ。ふん、それよりあんたの方はどうなんだ。まだ見つけていないのかい。ま、そんなところだよ。この学園はなかなかに面白いからね。人間観察も楽しいものさ。人間観察ときたかい。あんたいいゴミ分だね。ちんたらやってないでさっさと使命を果たしな。おお、怖。姉さんそうカッカしないでよ。でここで姉さんに会えたのは嬉しい誤算だ。心配しなくてもきっとすぐ見つかるさ。さ、どうする？Right, that's going to be it for tonight. I'll be back again for some more of this tomorrow, if not in the morning, sometime in the afternoon or evening. Anyway, guys, till then, bye for now.